はい、おはようございます。本日はサコさんの1日密着ということで、今時刻は9時57分ですけれども、サコさんの家にやってまいりました。ここは西早稲田の物件で、サコさんの持たれてる所有のマンションのようです。それでは行ってみます。部屋番号を押して最後に通話ボタンを押してください。呼び出し中、開場しました。はい、佐古さん起きてたようですね。それでは中入ります。ここですね。おはようございます。お邪魔します。ルーティン撮っていきましょうか。今起きた2分前ぐらい。いや、なんかね、ルーティン動画といって髪の毛カチッとセットされた状態から始まるルーティン動画あるじゃないですか。あんなの嘘っぱちだと思ってるんですよ。今日はリアルな一日をちょっとお見せしたいかなと思ってるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんとあれなんですよ、撮影者のピンポンで起きるようにしたんで、目覚ましセットしてないんでね。で、朝、一旦ライン類を返しますと。で、ちょっと後もいっぱい来てるんで返しますっていう感じですね。税理士からリマインが来てます。今週中には納税の申告をしたいので、早く回答しようという。いや、4月26日からリマインドされ続けてるもんな。やります、今日。ね、今日は何日ですか？今日はね、4月26日。朝起きるとさ、チャットが20件とかあるの結構、早ーってなるよ。一旦朝起きるとこいつらをゼロにして、通知類なくして、ちょっとツイッターも見て、一旦10分ぐらいでこの辺の処理を終わらすっていう感じです。これね、不思議なんだけどね。あ、待って、返信すると返信が書いてある。不思議じゃないと思います。終わらないんだよ。よっしゃ、DM もいっぱい来てる。よし。一応一旦でちょっと、じゃあ見ます。マジのルーティンだね。一旦電気つけ、電気つけないよ、いつも。あれやるときね。申請業までよ。あ、一応ね、これ物件なんですけど、自分で住んでる、自分の物件、自分で所有してるところで、結構良くて、もう冷蔵庫が内蔵されてて、何も入ってないんですよ。水しかないんだよ。水内蔵されてて、何もない、何もない。水もなかったね。ちゃんとバストイレ別で、で、この中に洗濯機が内蔵されてるっていう。新宿区内で8万円とか9万円ぐらいで借りれるんで、ぜひぜひ。で、僕はね、今もうあと2部屋しか空いてないのよ。9部屋ぐらいあって、ここが9部屋10部屋ぐらいあって、あと2部屋しか空いてなくて、ちょっと住んでみるかなみたいなんで、自分の物件には住んでいると。ここだけだと僕も言うても狭いので、もう1個空いてるところを完全仕事スペースにして今住んでるんで、後で仕事行くときね、そのもう一部屋の仕事スペースもちょっとね、一緒に見れたらなと思っております。じゃあちょっとシャワー浴びます。皆さんあれですよ、シャワー入るときちゃんとインプット作業してます。このね、あれお湯でここのね、ここに置くよ。これをね、音マックスにして、ここ置くのよ。ちょうど今日この人と会うので、ちょっとこれを聞きながらお風呂入る。じゃあどう見て、はい、どう、はい、89.7。 いや、頑張ってるね。元々105キロだったからだいぶ痩せたんじゃないでしょうか。じゃあ着替えていきましょうか。よし、じゃあちょっと朝ごはん買って軽く仕事部移動して仕事します。行きましょう。じゃあまあちょっと戻ってご飯食べながら持っていきますか。これを自分の物件ね、入居したい人は家に出てください。でも顔認証なんてロードロックなので、一時的にもいいよっていう。で、さっきの部屋が寝る用で、こっちが仕事で、はい、どうぞ。え、結構良くない？いいよ、その辺座って。めちゃくちゃいいっすね。うん、今日の朝ごはんは、なめこ汁と木綿豆腐と納豆。これをまずトレーナーに送ります。じゃあちょっと食べながら仕事していこうかなと思います。では、ね、ダイエットしたい人におすすめなんだけど、納豆となめこスープと木綿豆腐を買うんですよ。まずね、この納豆のね、醤油、納豆だれがあるんだけど、
こいつをね、一個フルで使うとやっぱ味が濃いわけですよ。ね、そういうところもちゃんとダイレクトに気を使ってやっていかないと、2ヶ月で15キロ落ちないと。ここをまあ混ぜるじゃないですか。で、タレもここで、ちょっと残しておく。で、どうするかというと、この木綿豆腐ね、醤油がついてないわけですよ。なので、まずどうするかというと、この木綿豆腐を半分カットします。半分カットして、この半分は、味噌汁の方に、入れますと。こうすると、なめこスープに豆腐がある状態を楽しめますと。そして、この豆腐の中に、カツオだれを。まず半分、この納豆に入れて、半分、豆腐にカットして。こうすることによって、塩分を摂取しないまま、出せれます。チョコ雪のお得なダイエットの方法でした。貧乏大学生みたいなことしてるな。あ、はい。条件提示の方を再びさせていただくんですけど、はい。まあ、その際にちょっと変更がある可能性があって、うん、あ、全然何でも大丈夫です。まあ、どちらかに転んでしまう可能性もあるということで、はい、わかりました。まあ、はい、よろしくお願いします。よし、じゃあね、仕事の前1時間ぐらいやったんで、行きましょうか。ちょっとね、その前に、地下もあるんですよ。ここが仕事部屋で、ここがゆっくりする部屋。うん、こんな感じ。ちょい狭いんだけど、まあ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 、いいかな、みたいな感じですね。この辺でちょっとインプットしたり、ゆっくりするっていう感じです。であとね、30分後、12時からちょっと撮影があるので、一旦車でコワーキングスペースに移動しようかなというふうに思っております。よろしくお願いします。よし、行きましょう。運転手いるんで、車で移動していきます。じゃあね、いつも撮ってきます。まあなんかもう前の時のコーティングスペースですね。よし。じゃあコーティングスペースに撮っていこうかなと思います。でもなぁ、みたいな。だから例えばこれってどういう状況かっていうと、宝くじ300円当たったぞみたいな。換金行かなきゃなぁ、みたいな持ちだから。まあまあ、そうだね。よし、撮影終わりましたね。ちょっと、あと30秒後から僕ね、ズームミーティングがあるんで、これでね、下降りて、車の中でミーティングしながらね、移動していこうかなというふうに思っております。これね、結構大事にしてるね、顧問とのミーティングで、もともとヤフーショッピングの事業責任者とか事業部長やってた人が、ブレインっていうプラットフォームにアドバイスくれる会っていうのね、月1で設けてます。考えて止まっちゃう。少し、あ、遅刻する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 。ごめん、ごめん、ごめん。よし。程度していきましょう。あ、お世話になっております。よろしくお願いします。今回はちゃんと全部が、全部パソコンが動きましたので、はい、時間の制限ございませんので、安心してお待ち合わせできればと思います。はい、よろしくお願いいたします。コンバージョンレートを動かするんだったら、本入社コンバージョンレートのここだけを。例えば SEO からのコンバージョンレートってやっぱり比較的よし見て終わったんでいいですか。雨降ってるけどまあ室内なんで。気づいた、あのさ、洗濯してびちょびちょのやつを乾かすんだけど、洗濯した方を着てテニスしたらいいんだよ。そしたらどうせ汗だくなんだから変わんないじゃん。でこれを終わってから着る。絶対ダメだ。皆さん知ってます、この有明テニスの森めちゃめちゃいい。それこそインターハイとか、その全国大会、高体連の全国大会のテニスの最後の会場がここで、高校生とかの時にすごい憧れてた場所で。じゃあ、また。終わりました。しんどすぎる。しんどすぎるよ。今から、知り合いの整体師がいるんで、整体行って、夜会食行って、まあそんな感じで、今日は終わりかなと思います。ということで、見つかれた。楽しかったですね。次行ってみましょう。じゃあ今ね、日々受けてる整体の人に、ちょっと体を見ておこうかなと思います。あ、こんにちは。よろしくお願いします。すいません、遅くなって。寄せたね。そうです。
や、何が起きたの？何が起きたの？オッケー。お願いします。痩せたんね。15キロ来ました。15キロ。あー、それはすごいね。今ちょうど整体終わったんでね、あの運転手さん待って、運転手さん来たら最初8時なんだよな、まだ6時14分、どうしようかな、どうしようかな、あーどうしようかな、仕事する、するか、ポーカー行くか、仕事するか、ポーカー行くにはちょっとな、半端な時間なんだよな、ポーカー行きながら仕事するか、それだ、ポーカー行こう。なんかね、次の予定が8時なんで、それまで決まるなと思って、そこのポーカーバー来ました。本当ちょっと仕事してもいいなと思ったんだけど、仕事も車内で終わっちゃったから、今日中にね。だからまあちょっと1時間くらいポーカーして、会食行こうかなと思ってます。じゃあねー。ちょうどね、時間になったんで、まあ、行こうかな。カッポール。じゃあね。お疲れ様です。はい、美味しかったっすね。じゃあこれで一日ルーティン終わりにしましょうかね。まあ朝早く起きて仕事してゆったりした生活送ってますよ。結構ゆったりしなかった？でも一応しておりましたね。思ってる仕事してるし、思ってる仕事しないって感じだと思う。わかる、仕事して運動してマッサージ行ってご飯食べる。本当に仕事、多分一般人からしたらマジで仕事しないなだし、経営者からしたら意外と仕事してんなっていうぐらい温度感に収まったんじゃないかなというふうに思っております。まあね、仕事してもしなくてもどっちでもいい、変わんないなみたいなぐらいの温度感になりたければ、概要欄で LINE マーケット登録してみてください。で今だけ限定ですね、初版主義攻略の裏前やってる動画数80本超え、スライド枚数126枚超えの動画セミナープレゼントします。現在に1万人以上の方にその特典を受け取っていただいてるんで、まだ受け取ってないよって方はぜひ概要欄から登録してみてください。ということで今回の動画になります。どうもありがとうございました。はい、おいっす。